乃木坂46、ヨダ祐希、笑顔あふれる、量産型リコ、オフショットに反響、最高のチームだ、いい写真ばっかり。6月30日、乃木坂46、ヨダ希が i がインスタグラムを更新した。 ヨダは、自身のインスタグラムアカウントにて、自身が出演するテレビ東京系ドラマ、量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て機、について触れつつ、先作のリコは量産型な会社員でしたが、今作では根は量産型な女社長です。まさかの展開、写真は第1話と、先日行われた記者会見のオフショット、などとコメントすると、 共演者らと共に撮影された写真などを複数公開。この投稿に対し、SNS 上のファンからは、みんな可愛い最高のチームだ、オフショットありがとう、いい写真ばっかり、撮影現場楽しそう、などのコメントが集まっていた。バル、2016年に乃木坂46の3期生メンバーとして加入したよだ。 今回触れていたテレビ東京系ドラマ、量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て機、は、若者たちが人生のオリジナリティに葛藤し、プラモデルをきっかけに大人へと組み立っていく成長物語。与田は、大学時代に友人と立ち上げたスタートアップ企業、ドリームクレイジーの社長、小向井リコ役を演じる。